セリティを使うのか、そういうのを考えてみたら、ね、どうもレトロアイスゴルフ始まりました。よろしくお願いします。ということで今回もですね、カリスマクラブフィッターの吉田聡さんとお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。前回ね、はい、あのドライバーのシャフト、はい、決まりました。もう永遠のテーマでしたよこれは、はい、ずっと何がいいのかなと思っていて出た答えがこれですね。グラファイトデザインさんの TP の 7X、はい、これでした。これ昔通り過ぎてました使ってた時期ありました。はい、はい、でもやっぱり本当に振りやすくてあんま考えずにバーンって振ってそんなにこう方向もぶれず、はい、本当にタイミングが合ってる感じがして、はい、これだなという感じがしました。はい、はい、で、はい、こっからですよね、はい、こっからこの流れでどんどん下に降りていくんですけど、はい、ウッドスプーンとかはまあこの流れで 7X でクリーク 8X で、はい、でその下ユーティリティがあるじゃないですか、はい、ここめちゃくちゃ悩んでるんですよ僕は、そうですよね、はあ、結構そのお客様でもユーティリティのシャフトって打てるところが少ないっていうのをおっしゃるんですよ、うんうんうん、はい、なので今日はユーティリティのシャフトをそれをちょっと、はい、そこも答え出して帰りたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。で、はい、先ほど良かったのが、うん、TP7X という、まあ、中調子系、はい、手元と先端硬いですよっていうシャフトです、うん、はい、で部分的にしなりますっていうシャフトなので、うん、まずはそれに近しいイメージの、はい、シャフトを打っていきます、うん、はい、このユーティリティってスチールでいく人もカーボンでいく人もいるじゃないですか、はい、まずそこでもすごい悩むけど、まあ、はい、俺は基本カーボンばっか選択してきてるんだけど、はい、そこがすごい悩みで僕はあのそこでスチールを選択するっていうのはあまりおすすめはしてないです。あ、じゃあカーボンで、まあ、合ってるってことですかね、はい、基本的にはそのじゃあなぜそのユーティリティを使うのかっていうのを考えていただきたいんですけど、うん、アイアンじゃ打ちにくいからボールが上げにくいから、うん、ユーティリティを使うわけじゃないですか、うん、なのにそのわざわざ上がりにくい、うん、飛びにくいスチールを使うっていう理由がそこにない、うん、じゃあより簡単に作っていった方がいい。はい、で今度そうなってくると、はい、重さ、はい、っていうのはどっちの流れ組んでいけばいいのかなっていうので、はい、一時 105X とか、はい、110X ぐらいの使ってた時期もあって、で今使ってるのは 95X なんですけど、はい、どの辺の重さ帯が、これは逆に言うと、何番のユーティリティだからこうするが欲しいですよね。飛ばしたいユーティリティなのか、うん、狙いたいユーティリティなのかっていうところもあって、で、あとアイアンの重量がどのぐらいなのか、あ、そっかそっか、はい、それによって変わってくるってことですね、はい、あとはご自身の振りやすい、うん、重量帯がどこなのか、なるほどなるほど、はい、そこも含めていろいろと、はい、わかりました、していきたいと思います。ちょっとまた先入観なしで振ってみましょう、はい、まずは KBS、はい、これの、プロトハイブリッドですね。 95X かっこいいなこれ、はい、初めて打つ、はい、これはハイブリッド用のシャフト、ハイブリッド用です。ちょっと素振りしてから打ってください、はい、お願いします。ほう、もう一回いきましょう。ちょっと開くなこれ。はい、ありがとうございます。はい。続きまして、アイアン型のユーティの場合は、うん、基本的にはボールが浮かないです。このウッド型のユーティリティよりも、はい、重心振動が浅くなるので、うん、ただし逆に言うとその上がりにくい分。ボールって暴れないじゃないですか、うん、はい、あ、なるほど、だからご自身がどっちがイメージが出やすいかですね。なるほどなるほど、はい、あ、でそれによって使うシャフトも変わってくるって感じですか。基本的にはその先端の K が、うん、アイアン型の K と、うん、ユーティリティ型の K ってちょっと違うんですよ。あ、違う、あ、じゃあ使えるシャフトが変わってきちゃう。変わってきます、あ、はい、ほうほうほう、全部右行っちゃうな、打ち方かな、
ほうほう、はい、ありがとうございます。はい、これで難しいのが、うん、中調子系のユーティリティのシャフトであまり重たいのがないっていう、うん、ああそうなんですね、はい、手元調子系とかは出てくるんです今度、はいはい、なんですけど中調子系があまりないんですよ。なるほど、これが難しいところですね。ああこれやめましょう、ありがとうございます。はい、はいはい、今って DI、うん、DI ハイブリッドですね、はい、はい、もうナイスです。 KBS がすごい振りやすそうですね。振りやすいですね、はい、ただ最後開いちゃうというか右に逃げちゃうけど、はい、振ってる感じはすごい、すごい良さそうですよね、はい、打ち方なのかな。もうナイスです。これヘッド問題もあると思うんで、あなるほど、はい、ちょっとヘッドのウェイトを変えてみます。今って重く感じたり軽く感じたりっていうのはないですか？は全然ないですね、はい、普通に打ちやすいですけど、はい、ちょっとどちらかといえば軽く感じる、軽く感じます、まあ、重くは感じないです、はい、ちょっと打ちやすくは感じてます、はい、ウェイトの位置を変えます、はい、はい、お願いします。ちょっと重くなったと思います、はい、ああちょっと重たいかなこれだと。一回打ってみます、はい、お願いします。ナイスです。これと、はいはい、最初に打っていただいたプロとハイブリッドどっちが打ちやすいかっす。お、はい、ナイスです。こっちかな。そうですね、全然こっちですね。うん、ナイスです、いい球。うわー、ナイスです、素晴らしい、うん、打ちやすいですね、はい、明らかにいいですね、あ、はい、でここで大事なのが、はいはい、必ずクラブ選びの時にやっていただきたいんですけど、ああドライバーとの組み合わせっていうところをちゃんと考えていただいて、うん、ドライバー打った後にこれを打つっていうのをやっていただきたいんですよ。なるほど、はい、そこで違和感がないものをちゃんと選んでいくということですね。素振りしてからお願いします。はい、うわ、うん、もう一回いきましょう。開いた、ナイスです。はい、はい、お願いします。で、またこれも素振りをしてからお願いします。はい、で、ボール位置もうちょっと機械寄りで、はい、あ、ちょっとこっちが硬く感じますかね。わかんない、硬く感じてはいないですけど、はい、これがこういうのが多いなっていう感じは、じゃあ結構さっき言った出た時は捕まえに行った、うん、はい、かしこまりました。そうだね、はい、やっぱちょっとちょっとこう少しスペックを落としてみますね、はい、これ9号の X なんですけど、はい、このシャフト自体がそもそも結構固めなんですよ、うん、あ、なるほど、なので9号の S プラスを打っていただきたいと思います。ナイスです。おー、いい球、うん、こっちですね、はい、確かにこっちも打ちやすいな、はい、ナイスです。このフェード系なのはクラブっていうより今打ち方がそうですね、はい、これがちょっとやっぱりアウトサイドインでクラブが来るので、うんうん、それであのちょっとスライスしてる感じですね、はい、うん、OK です。
だシャフトは基本的にはこっちの方が合いやすいかなっていう感じです、うん、はい。ということでシャフト決まりで、ヘッドは今これは14の、はい、これですね。ほう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 。明らかにあのヘッドよりも全然捕まり系なんで、捕まり系、はい、なのでもう間違いなく大丈夫です。なるほど、はい。ということでこのシャフトに、うん、そのヘッドを入れる、なるほど、はい、という流れです。はい、はいはい、というわけで、はい、ユーティリティのシャフトはこれに決まりました。 KBS のプロトタイプなんですね、はい、ツアーハイブリッドプロト、ツアーハイブリッドプロトの S、はい、S95S プラス、はい、S と X の間ぐらい、そうです、ね、SX ぐらいのシャフトです、ね、なるほど、はい。まあ、デザインがめちゃくちゃかっこいいですね、これね。かっこいいですね、かっこいいですね、はい。KBS あんま使ったことなかったんですけど、ああそうですか、これが合うんですね、はい。であの他のメーカーさんと比べて、うん、このハイブリッドプロトっていうシャフトがめちゃくちゃ硬いんですよ、うん、硬い、はい、あ、じゃあその S プラスぐらいでこういう X と同じぐらいの硬さが出てる、はい、じゃあ流れ的にはそれで合う、はい、実際やっぱ打ってみないとわからないで、はい、X だとやっぱ全部右にこう逃げちゃうし、振り心地もやっぱこっちの方がシャープに振れたんで、はい、やっぱこれっていうことですね、はい、はい、ということでハイブリッドも決まりました、はい、次はアイアンです。またアイアンでお会いしましょう、はい、ありがとうございます。